ずいぶん好き放題コケにしてくれたじゃねえか。何も言えねえ。おお、それで誰がこの空城丈太郎の代わりを務めるんだ。許すか許さねえか、心の中を読んでみりゃいいじゃねえか。君は本当に頼もしいやつだ。この町に来て君と知り合えて本当に良かったと思っているよ。そして喧嘩の相手を必要以上にぶちのめし、未だ病院から出てこれねえやつもいる。イバルだけでも同じなんだ。気合を入れてやった教師もう二度と学校へ来ない。料金以下のまずい飯を食わせるレストランでは代金を払わねえなんてのはしょっちゅうよ。だがこんな俺にも吐き気のする悪は分かる。悪とは。 Oh no! I fell out of my wheelchair! Don't help me! I need to do this on my own! Oh, this is so humiliating! I'm about to be an adult man crying! てめえ自身のためだけに弱者を利用し踏みつける奴のことだ。このパワー！ハッ！1983年生まれ、母の名は智子、当時21歳、東京の大学へ通っていた。生まれた時よりこの町に住んでいる。1987年、つまり4歳の時、原因不明の発熱により50日間生死の境をさまよった経験があり、父親の名前は、やれやれ厄介な役目だぜ。父親の名前はジョセフ・ジョースター。現在78歳、ジョースター不動産の創始者だ。髪が金色になっている。家は違う。スタンド能力が最近になって目覚めた証拠には隠しない。君はどう思う？あったのは君。Boy, what the fuck he doing over there? Looking like a bunch of faggots playing with the cocks. Hey, skat!